めぐみです。今日から受験生応援特別企画ということで、急にね番号が飛びました。45番まで飛びます。ここからは本気の本気、まあ今までも本気でしたけれども、さらに気を引き締めて受験用の曲ということで、多く出題される曲のみをここから最後の方まで一気に飛ばしていきたいと思います。この夏にもうここやっちゃいましょうっていう感じでね、頑張って動画アップしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは56ページ45番の A から早速やってみましょう。これは8分の6拍子ですね。ですので、1、2、3、2、2、3ですね。これをしっかり体の中に入れてから歌い出さないと大変なことが起きます。メトロノームつけますと、これで1、2、3、2、2、3、1、2、3、2、2、3、こういう感じですね。これをカウントしてから最初の音、ミーの音ですね、入ってみましょう。じゃあいきますよ。1、2、3、どうぞ。ミーミーどうぞ。私はですね、こういう曲が出てきた場合、混乱する前にですね、一回このタイを取って3段目ですね、ドソレレシドドファドドラシシミシシラミっていう感じで一回ね、分解するとそんなに難しいリズムではないんですよ。同じことの繰り返しのリズムですので、これがねくっついてるから分からなくなってしまいますので、今みたいにね分解して歌ってから、これを前にやりました、タイのコツ、心の中でもう一回カウントするんですね。ドソレシドファドっていう感じ。今私分かりやすいようにタイのくっついたところの音符を強めに歌っちゃってますけど、これを、ここまでやっちゃうとねちょっと、まずいかと思われますので、まあ音楽的にはですね、これ同じ大きさで伸びることっていうのはないんですよ。なのでクレッシェンドはされていくんですけれども、今のはねちょっと分かりやすくこうアクセントみたいなのをつけちゃっていますので、これをなくしてちょっと3段目まで、3段目だけ練習してみましょうか。からですね、どうぞ。どうそれこの曲の一番難しいところです。で最初に申し上げませんでしたが、まあ、この辺に、ね、出ていたと思いますけれども、繰り返しはしておりません。試験とかでも、受験のね、表に
繰り返しなしって書いてある学校がほとんどだと思います。これ繰り返して歌っちゃうとすごい長い曲になってしまいますので、ほとんどが繰り返しなしで、歌われます。繰り返しをありで歌ってる方ごめんなさい。今回はね、繰り返しなしで、歌っておりますので気をつけてください。これ繰り返しありで、ね、歌った人を聞いたことが私はございませんが、こんな感じですかね。難しいところといえば、ここがね5度6度7度オクターブ音程の練習っていうことでありますので、5度の時に、例えばですね、最初ミミドソーソーってこう掘らないように、カラオケとかだとあれ なんていうんですかね、こういうのね点数がつきますけど、氷文言はこれやっちゃダメだと思います。ミミドソー、綺麗に五度音程狙っていきましょう。次のファミファレラレラ、これもレラってこうしゃくわないように、しゃくい、なんていうんですかね、これしゃくり、なんかしゃくいって指揮法ですかね、こう掘らないようにファレラファレラ、うまくラを狙っていく感じですね。ここはね五度が一番難しいと私は思います。結局3度と5度がね一番難しいんですよ。なので発声練習が あーとかよくやりますよね。これ、3度でしかやってないですよね。これが正確に取れたらほとんど、全ての曲は上手に歌えると思います。というか3度と5度が、やっぱりね綺麗に歌えてない人非常に多いですね。5度と3度しっかり発声練習で取ってからやるのも一つの方法かと思います。それではもう一回ねやっておきましょう。カウントしてくださいね。 1,2,3 どうぞ。するものは受験を制するっていう感じでしょうか。暑い夏になりますが頑張って練習していきましょう。それではまた。